です。今日はですね、ここですね。au で買った、HTC J1 ですね。これなんで買ったかと言いますとですね、前ソフトバンクの折りたたみ携帯使ってたんですけど、電波がね悪くていろいろあって au に乗り換えました。電池の持ちもね結構いいですよ。朝充電したばかりでね、 KDDI って書いてありますよね。まだね結構電池の持ちいいんで、もう納得ですね。まあ、どのくらい持つかによるんですけど、画質はねどれくらいいいのかな。本当はまだ触れてないので、電池の持ちがいいっていうことで、お伝えしました。今日ちょっと出かけてたのであんまりアップできなかったんですけど重いですね。重い。iPhone5 と比べてもね、画面のデカさがね違うんですよね。画面のデカさが全然違いますよね。なんでね、まあ僕としてはね、変なとこしちゃう、変なとこしちゃう。画面のデカさはね結構いいですよね。はい。なのでこっちが小さく見えますよね。なんかね、重いんですよね。ちょっとね重いっていう。これは au で買ったやつです。はい。なので僕基本的にネットで買ってもらう、安く抑えたモバイルターとかいうので、ここに Wi-Fi マークがでね、今ちょっと Gmail にいろいろありまして、ちょっとねアカウント停止になっちゃったんですけど、何でだろうね、もうよくわかんないです。まあこんな感じかなっていう。はい。いいです、結構ね。ニュースはこういう風に見れるという感じですかね。これはね結構いいですよ。 iPhone とかね、 Android ですけどね、こういう風に出るって結構嬉しいですよ。ここにね全て iPhone の場合はなんかなんかどこニュースとかね、そういう LINE ニュースとか、ちょっと遅いな。はい。こういう LINE のニュースのアプリ使ってるんですが、なんか出て、はい。ね。あるんですけど、これソフトバンクで契約 しているやつでもですね、パケット定額っていうものができるだけ0円に近いやつが入ってます。これもそうですね。こういう風に出てくれた方が結構いいですよね。で、画面的に言うとこっちなんですけど、重いんですよ。こっちはねなんか持ってるみたいに軽いんですよね。こっちちょっと重いっていう感じですね。あ、ちょっとね、ホーム画面というかロックの画面はこんな感じですね。あれ iPhone はちょっと使ってるんでね、こういう感じで、はい、こういう感じメガレンズの範囲なんですけど、こういう感じですでね、ここね
と解除できるんです、ね、こういう風になってこれこういう風に、なんかね au サービスとかね、なんか au スマートパスとかね、なんかいろいろ入ってるんですけど、入ってますね、はい、入ってますね。まあそんな感じかな。あ、ありました、 au スマートパス、ここね、ここなんですけど、ね、ここのちょっと問題点としては、ここのね、見てここのね、ここのところをギュッとやるとね、ちょっとあのフィルムがね剥がれてくるんですよ。これ A ショップでね、これ買ったものなんですけど、ちょっとね満足度低いかなっていう、なんですけど、そのうち買って、とりあえず適当にケースは満足してます。ケース同じものはね、あんまりあの買わないんで、で iPhone5 の白は青なので全然ね違う。あ、このね仕事用で PHS、 これねちょっと同じなんでね、あ、色ちょっと違うな。でもね黒ね、いいですよ、はい、ということで、画面がでかいとか、まあ、ね、電池の持ちいいっていう紹介でした。ね、まあ今日はちょっとこれしかアップできなかったっていうのは申し訳ありませんでした。で、画質のね面は、そのうちちょっとちょこちょこ、まだね全然わかんないんでね、なんだろうな、まあいいですよね、au トップ画面っていうか、au の画面はこういう風になっております。はい、ちょっと速度がねちょっと遅いので、まあこれで1日持つんですよ、こっちは。この HTC J1 だったかな、 J1、 あ、 J1 です。こっちのね iPhone5 はね1日持つか持たないかなんですよ。もうね 85% なんですけど、 LINE とかねもうやってるとね、もうあれですね、もうすぐあの行きますね。まあこっちはね満足してます。はい、で何時間持つかっていうのはね、そのうちちょっとやりたいと思います。で言っておきます、 iPhone5 とか iPhone とか Android とかは au、まあ、KDDI 版の場合は atagweb.ne.jp のメールアドレスしか持てないという、ちょっとね、もし i.とかもね、持ちたいんであればソフトバンクの方がいいと思います。で、KDDI 版の KDDI だったかな、の KDDI 版の iPhone5 は atagweb しか持てません。で、KDDI 版の iPhone5、まあ、これ Android なんですけども、ね、今ちょっとアップデートかかっちゃったんですけども、ですね、メッセージはどこだったかな、このメッセージっていうところはあるじゃないですか、このメッセージっていうところはですね、あのがここのあのこれメールの封筒か、あのね、どっちか選ばなきゃいけないっていう、 KDDI 版の、見にくいね、 KDDI 版の場合はどちらか EasyWeb しか持てないという。電波はね意外とね電波悪いですね。まあソフトバンクの方がまだマシかもしれないです。まだね、いろんな持
ってわけなんですけど、はい、今僕自宅のソフトバンクの電波見えるかな、ここ2本しか立ってないんですよ。なんでだろうねっていうあれなんですけど、あ、3つになりました。なりましたね。お、なんかピカピカ光ってんねーな、なんだろう、まあ、とりあえずいいやね、こんな感じです。特にね、あのアプリはいっぱい入れてないですね。なので、あ、もし iPhone5 をね、まあガラケー使ってて iPhone5 にしたいっていうのがあれば、まあ家族関係もあるかもしれないんで、それだったら KDDI 版とかねすればいいと思います。で、僕の一番 iPhone も1ですね。これも1かな、重いのがちょっとあんまりなんですけど、こっち軽いんですよ。軽くて薄くてね、まあいいかなっていうかね。で、どっちをおすすめしますかっていうふうに言われたらね、こっちですね。やっぱこっちはね、音がいいらしいんですよ。音がいいらしいので、音をまあ置いといてね、あの聞きたいっていう人であれば KDDI 版の HTC J1 をね選べばいいと思います。まあ今日はこんな感じでしたいと思います。第2弾はね、また後日やりたいと思いますので、まあね、見ていただくと幸いです。ではね、今日はこれで失礼します。ですね、チャンネル登録よろしくお願いします。